高専推薦入試。はぁ、あ、呆れた。と、先生が思うとき。ということで、皆さん、こんにちは。高専プロモーションチャンネル、谷にでございます。今回は、高専推薦入試の面接官を実際に務めた経験がある、高専の先生に実際に伺ったお話です。実際に、面接官として受験生と接する中で、いやこれは呆れるね、と思った、そんな経験を、高専の先生直々に伺ってまいりました。少々刺激が強い内容になっておりますので、心臓が弱い方はご遠慮ください。それでは本編に参ります。この動画は、高専受験のための YouTube チャンネル、KPC。高専受験のための学習塾、BDCA スクールの提供でお送りいたします。早速、本題に行こうと思います。高専推薦入試、実際に面接官をして、受験生と接する中で、いやこれはちょっと呆れちゃうね、と、先生が思ったこと。まず一つ目、参りましょう。原稿丸読み会話になってしまっているパターン。どういうことかというと、実際に面接会場で、このように面接をすると思います。志望理由は、というふうに質問なさったそうです。その先生はね、志望理由は何ですかと質問しました。そうするとですね、ビシーッと、これは皆さんわかりますか？そう、原稿を丸暗記するようにビシッと回答してくれたと。はい、これどう思ったかというと、これアンドロイドかなと。なんか AI と会話してるみたいだ。そう、この子も頑張って暗記してきたのかなと、ちょっと戸惑ったそうです。じゃあ、その先生は思ったそうです。何回絞り言うわと聞いても、一字一句間違えないぐらい、同じ回答が返ってくるだろうなと、ちょっと心配になったそうです。で、その先生は引き続き、そうなんだ。じゃあ、これこれっていうところが少し気になったから、もう少し深く聞いてもいい？というふうに追加の質問をしたそうです。そうするとですね、その子は黙り込んでしまいました。何がいけなかったのでしょうか？じゃあちょっとそれを紹介していこうと思います。志望理由は？というふうに聞いたときに、皆さんこういうふうに回答すると思います。で、僕からの意見なのですが、この黄色の部分、皆さんが回答する、まあ、その質問の答えに関する中でのこの黄色の部分、ぶっちゃけ、毎回答える中で、少し表現が変わったり、ブレたりしてもいいと思いませんか？そう。ここって絶対に一字一句丸暗記して先生に言わないといけないところではないはずですよね。はい。すなわちどういうことかというと、皆さんが、なるべく、その内容を、変えないように頭に入れておかないといけないところっていうのは、実際の自分の経験とか過去のストーリーの部分ですよね。なので、この白い部分とか黄色い部分は、多少表現が毎回変わったり、言う順番が変わっても問題ないということなんです。じゃあ結論を申し上げます。原稿を丸暗記するイメージではなく、原稿の要点だけを絞って、あとは流れのまま。もう思い出すはずなんですね。要点を喋っていれば。確かこれに関するのは一つ目だったな、二つ目だったな、あ、こういったシチュエーションだったな、というふうに思い出すのを思うので、あとは流れのまま、自分の言葉やつなぎのフレーズで補えばよい。これが面接で、まあ、高評価、いい印象を与える一つのポイント、上級テクニックかなというふうに思います。原稿を丸暗記しないように、言うべき、まあ、その要点だけを絞って、この赤い部分だけを絞って、まず頭の中に入れて、型だけを頭の中に入れておいて、あとは流れのまま、思いついたまま、補ったり、言葉を、まあ、肉付けしていけばいいかなというふうに思います。それでは、次の話題。二つ目。先生が、呆れちゃうなと思った時、二つ目。無個性な回答です。これもシチュエーションで見ていきましょう。まあ、このような状況だったと思ってください。なんで高専に進学したいと思ったの？というふうに、機械系の学科を志望していた中学3年生の受験生に尋ねたようです。そうするとですね、はい、私は子供の頃から科学技術に興味があるからです。だったり、はたまた他の子では、また高いレベルの学校に進学したいと思ったからです。だったり、他にも気になったのは、オープンキャンパスで高専はいいなと思ったからです。え？というふうに先生は感じたようです。どういうことかというと、こんなの当たり前でしょというふうに思うわけですね。わざわざ推薦願書を出して、レベルの高い高専の推薦入試、受けに来てるわけですから、科学技術に興味があるのは当たり前ですし、高いレベルに進学したいと思っているのも、みんな共通で前提として分かっていることです。もちろん、志望してるわけですから、オープンキャンパスでいいなと感じていることは当たり前ですよね。じゃあ、何がいけなかったのでしょうか。見ていきましょう。どういうふうに興味があるの？何の進路のためにハイレベルな学校に行きたいの？オープンキャンパスでどこが良かったと思ったの？こういうふうな質問が後から来るかもしれません。もちろんこの質問に後からスラスラ答えられるのであれば、最初にあえて抽象的な回答、面接をしても NG ではないと思います。なので、最初からこの黄色の質問が聞かれないように詳しく回答してもいいですし、後からこういうことを聞かれて答えれるように準備をしておけば大丈夫だと思います。じゃあ、要点をまとめておきましょう。オンリーワンのストーリー、あなたの過去の経験、苦労話をセットにして、インターネットだったり、先生から教えてもらったありきたりなテンプレ回答を述べましょう。もちろんね、これを述べる必要はありますよね。それと、具体的な根拠となる自分の経験、苦労話をセットにしないといけないというのが今回の結論でした。自分だからこそ話せることを言えばバッチリですよね。要するに、すごいこと、わあ、こんな功績があるんだ、こんな成績を収めたんだ、みたいなすごいことは言わなくていいってことです。自分が述べたいありきたりなテンプレ回答、この説得力が増すような高専に入りたいです。なんで高専に目指したのか。高専に入ったらこんなことを頑張りたい。そんなありきたりなことの説得力を増すためにその根拠をセットにしましょう。という意味ですね。はい、これが二つ目のポイントでした。それでは二つ目。高専の先生が面接官をやって、いや、これ大丈夫かな、呆れちゃうな、と思ったこと。三つ目、紹介したいと思います。こちらです。結局何が言いたいんだろう、結局何が答えなんだろう、ということ。じゃあ、シチュエーションを見ていきましょう。これも、なんで高専に進学したいと思ったの？という例で見ていきたいと思います。私はこれという経験をして、これこれと感じました。それで、これで、高専しかないと感じ。だから、これ。結局なんで高専がいいんだろう、というふうに、結局、
質問に対する回答になってないのではないか。そんなポイントでした。じゃあ、何がいけなかったんでしょうか。改善してみましょう。なんで高専に進学したいと思ったの？こういう風に聞かれたとしましょう。やっぱりこうですよね。はい、これこれだからです。まず、ひとまず、最初の一言で、相手の質問に対する答え、回答をビシッと、結論を先に言うことがポイントかな、というふうに思います。他にも、中学校で頑張ったことは、はい、これこれということを頑張りました。これこれということです。それでは、2点に絞って深くお話ししたいと思います。1つ目は、2つ目は、この流れ、いいですよね。高専で頑張りたいことは、そう聞かれたら、まず、高専で頑張りたいことを、ズバッと、一言言っちゃっていいんです。はい、これこれについて伝えたいと思っています。経緯と理由を2点に分けてお話しします。あ、これね、自分も言いやすいし、相手も聞きやすい。ウィンウィンですね。はい。ということで、ポイント、結論先出し、絶対に気をつけてください。ということで、3つのポイントに絞って皆さんにお伝えしました。これ実際に高専の先生とお話しした時に教えてもらったことですからね、気をつけてください。最後に少しおまけ話、ちょっと怖い話なんで注意して聞いてください。評点が 4.4 から 5.0、 平均の評点、3年間の平均の評点が大体これくらいだった人が試験を受けましたと、たくさん聞かれたそうです。うん。じゃあ友達のね 4.0、 まあ推薦要件ギリギリだった人、この時は倍率が 1.5 倍から 2.、まあ、2倍以上、だいたい半分以上が落ちると、まあ、そんな試験だったと聞きました。じゃあこの人はね、面接がどうだったかっていうと、なぜかすぐ終わったようです。そう、友達は9問8問いっぱい聞かれたのに、そう、推薦ボーダーギリギリそうな評定 4.0 前後の人はなぜかすぐ終わったようです。さあ、これどういうことなんでしょうか。これも高専の先生に、これ高専によると思うんですけどね、高専の先生に伺ったところ、ある高専の先生に、ね、伺ったところ、面接ではこの子はもう挽回できないと判断したので、もう時間もねすごい長くなるから、必要最低限なことを聞いて、まあその足切りということで、そういったことも起こってます、実際現場で。これはね、綺麗事ではなくて、皆さんにしっかりと伝えておかないといけないことだなというふうに思いました。じゃあ何が皆さんにね、僕からのねお伝えしたいこと、何を伝えたいかというと、こちらです。だからこそこういうね、勝負事ですから、競争なので綺麗事だけでは済まされません。だからこそ中学3年間心から内心対策を頑張った人以外はもう学力前提で努力していきましょう。推薦はもうおみくじ程度だと思っておきましょう、というふうな補足のお話でした。しっかりと皆さんに届くと嬉しいです。それでは最後、候補して終わろうと思います。高専の推薦入試、たくさん動画を上げてきましたが、皆さんいかがでしょうか。これから高専のね、推薦入試控えている方いらっしゃると思いますけど、終わった方に、こちらからのお願いです。高専の体験アンケート、高専の推薦入試の体験レポートのアンケート、こちら、概要欄だったりコメント欄に URL を貼っておりますので、もしよければ、あなたが経験したことをレポートでまとめていただきたいです。簡単に回答できるようになってますので、終わった人、ぜひとも回答よろしくお願いします。僕をはじめ、来年の受験生たちが皆さんの回答待ってます。助かるんですよね、すごく。もちろん皆さんも、皆さんの一つ上の先輩が回答してくれたからこそ、今回のような動画だったり、まあこれまで投稿した動画が皆さん見れてるわけですね。お互い持ちつ持たれつ、助け合いで、もしよければ回答いただけると嬉しいです。そして最後、推薦合格者から順に販売予定の、めちゃくちゃお得、コスパ最強の、高専入学までの予習講座のお知らせです。こちらもですね、まあ来月ぐらいから実際に詳しい詳細ですね、詳細の動画だったり、内容っていうのを紹介していけたらなと思っております。こちらもですね、毎年毎年毎年の150名から200名以上の方が、もう大好評の講座になっていて、円滑に4月5月、忙しい4月5月入学シーズン、こちらを、まあ、安心して過ごせる講座になってますので、ぜひとも、利用していただけると嬉しいと思ってます。詳しくは来月の初め頃からどんどん情報を解禁していこうと思ってます。はい、ということで今回は、先生がちょっと呆れちゃうな、しっかり準備してきてねと思ったことっていうのを3点に絞ってお話ししました。ということでこちらの動画を締めていこうと思います。この動画は高専受験のための YouTube チャンネル KPC と高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りいたしました。ということで締めていきたいと思います。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.